爆笑グラマスぶちさちおチャンネル。はい、今日はですね、1個予定してた撮影があったんですけども、二日酔いでございまして、撮影1個急遽変更させていただきました。現在お昼過ぎでございますね。まあ起きなかった。はい、ということでぬーちゃんが二日酔いの私に作ってくれたもの、こちらを食べたいと思います。じゃじゃーん、おいしそう、おうどんです。溶き卵のネギの入ったおうどんでございます。お出汁の効いたやつね、最高。ちょっともう本当にちょっと中度の二日酔いすぎまして、これはもううどんが食べたいということで、ぬーちゃんが急遽作ってくれた、ありがとう。いただきます。いただきます。やったー、わー、今一番求めていたものします。こちらを、染み渡る、うまい、うますぎる、笑ってしまう。いやー、これが出てくるなんて最高だよ。あ、待って、すごいすごい、全臓器に行き渡ってる今、このうどんの旨味と出汁と柔らかさと温かさと切なさが、切なさは嘘です。あー、すごい、やっぱ二日酔いの日はこういうのがいいね。めちゃうまい。レシピが、白だしと、あとかつおだし、あと生姜、そうだ、とネギ、小ネギと白ネギ、白ネギを両方入れて、で溶き卵、そして母ちゃんの梅干し。そりゃもう、あ、うまい、染み渡るよ。酒でやられた胃袋、臓器、肝臓が生き返っていってる。いやー、昨日がその、まあね、ライブ配信でお酒をですね、ガンガン飲みまして、そこで終わればよかったんですよね。ライブ配信終わってからまたビール飲んじゃって、しかも2時ぐらいまで。そりゃこうなるわ。鬼滅の刃のアニメ見ながらグイグイ飲んじゃって、ラーメン食べながら。うまい、マジでうまい。いや、これ本当に二日酔いに出てきたらマジで一発で治る気がする。でも本当に今もう元気になってきたもん。すごい、梅干しを溶かしながら。あー、すげえ、二日酔いに効くもの全部入ってそう、これ。うどん玉が8玉入っております。ああ、ちょうどいいね、二日酔いにはちょうどいい量だ。
声もさ、ちょっといつにも増してガラガラなんだけどさ、これはあれなんですよ、夜中にずっと伊之助の真似してたんですよ。それのせいでちょっと喉に負担をかけてしまいまして、弱くてごめんね。俺のモノマネをずっとしたらですね、喉がやられました。まあライブ配信の後にラーメン食べたんですよ。そしたらね、ビール飲んじゃったんですよ。やっぱビール日本酒ビールっていくとさすがにね、来る。最強のうどんだぞこれ。あずい。冷凍うどんってやっぱ一本一本が長いからいいよね、食べ応え。結構さ、軽度の二日酔いでこの撮影に挑むことあったんですけど、今日はマジで中度だね。本当に中度だった。で、これが重度になってしまいますと、もう食べれません。本当です、これは。大食いでも食べれません。生姜が効いてんのがいい、本当にいい。もうなんか内臓を内から温めてくれてる。うまい。いや
これやっぱ8玉じゃ足んなかったかもね。いけたな12玉やっぱ後半に来て治ってきた、二日酔いが。やっぱね、効くんすよ、食べ物を食べるっていうのは。うん、あ、今パーンってスイッチ入ったわ。あー、いける、治った。うん、寝巻き伊之助8、大汗、これもいいんだろうね、うん、食べながら大汗かいて。ラスト、ほぼほぼいいかな。はい、食べた。はい、ということで完食しました。二日酔いに一番いいうどん、一番体に効く最強のおうどん完食いたしました。まあ、でも8玉だったんでちょっとあまりにもペロッと食べちゃったな。二日酔いということを考慮してももうちょい多くてよかったね。ということで皆さん、飲みすぎには気をつけてくださいね。飲みすぎたらこういうのでね、あの体を中からこうわーってすね、すっきりさせた方がいいっすよ。もうめっちゃ汗かいてるのよ、すごい。この時期にこんな汗かいてる人いない。やっぱすごいね、うどん効果。はい、ということで今年も残りわずかですね、マジでね。1ヶ月ちょっとしかないっすよ。いや、もう1ヶ月しかないか。いやー、はい、ということで今年もね、あと残り数回飲み配信まだまだやっていきたいと思いますので、皆さんもぜひあのライブ配信の時に一緒にお酒飲みましょう。お酒飲めないって方はもちろんジュースとかでね、乾杯してくれると嬉しいなって感じでございまーす。はーい、飲むよ私は結局ね。はい、ごちそうさまでした。ということで、この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またねー。